北海道は放射冷却の影響で冷え込んでいます。北海道サラベツ村の方からですけれども、初氷のそういったリポートをいただきました。氷ができるぐらいの寒さになっていたようです。さあでは今日の最低気温ランキングで確認していきます。北海道の朱鞠内では6時8分にですね 0.2 度観測しております。その他でも1度切っているところが3地点もあるということで、かなり冷え込んだ朝となっていたようです。では札幌の気温変化確認していきましょう。現在は 8.8 度ありますけれども、この後昼間は18度くらいまで上がっていきそうです。1日の気温差が10度以上というところもありますので、服装で上手に調節するようにしてください。そしてこの後の詳しい気温の変化などはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。